アロハー YouTube。 愛知県で G クラス専門店マルゲンの店長をやっている G クラス YouTuber のりょじっちゃんです。はい、りょじっチャンネルではですね、 G クラスの情報を日々配信しております。今 G クラスに乗られている方や、これから G クラスに乗ろうと検討されている方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、で、今日のですね、動画ご視聴していただけましたら、ぜひ高評価ボタン、低評価ボタン、どちらでもいいので押していただけたらと思います。まあ、高評価だと、本当に嬉しいなっていう、本当に嬉しい気持ちになりますし、でもですね、低評価でも今日のはそっか、だあっこがダメだったのかなとか、伝え方がちょっと下手だったなとか、そういった部分でですね、改善させていただくようにですね、そういった励みにさせていただきますので、より良いですね、この YouTube チャンネル、りょじっチャンネルにしていきたいという、そんな思いでありますので、はい、ぜひですね、感じた方にチェックしていただけたらと思います。はい、で、今日の動画なんですけれども、今日の動画はですね、今日は旧型 G クラスの方をやっていきたいと思います。はい、当社のですね、お客様からですね、旧型 G350D 乗られている方がいらっしゃいまして、今回ですね、その撮影協力の方をいただいて、お車お借りさせていただきました。で、試乗レポの方をですね、して行こうと思っておりますので、はい、早速動画の方行ってみましょう。はい、それではですね、今日、試乗レポの方していくこちらの G クラスなんですけれども、はい、こちらですね、平成28年式の、G350D となっております。はい、今回ですね、こちらの、お車なんですけれども、当社のお客様の、お車でして、まあ、今回、YouTube のこの撮影の方ですね、まあ、全面的に協力の方をしていただきましてですね、お車お借りさせていただきますので、はい、今回ですね、はい、こちらの G350D、試乗レポしていこうと思います。はい、まあ今ですね、まあ、新型 G クラス人気っていうのは相当高いなっていうふうに感じているんですけれども、まだまだですね、こちらの旧型 G350D の方もですね、その人気っていうのは新型に負けず劣らずのですね、乗り味の方ですね、ちょっとでも伝えていけたらなと思いますので、はい、早速試乗の方していこうと思います。はい、はい、で、今日ですね、まあ、この試乗の方していくんですけど、実際ですね、僕がこの旧型 G350D、運転するのが結構久しぶりになります。しばらくですね、ちょっと仕入れの方がちょうどこの G350D なかったので、はい、今日はですね、まあ、この久々に、この旧型 G350D 運転していこうと思うんですけれども、今日はですね、まあ、その乗り味だったりとか、まあ、乗り心地ですね。で、まあ、あと、運転してて僕がこう感じた感想みたいなことをですね、はい、ちょっと伝えていけたらなと思います。はい、まあ、まずですね、はい、率直にこう感じたことはですね、はい、まあ、このこれが G クラスの乗り味だなっていうのを、まあ、すごい今感じております。はい、まあ、どういう乗り味なんだっていうところなんですけど、まずですね、まあ、この癖がやっぱありますね。まあ、そのこれがまあ G クラスっていう感じだと僕は思うんですけど、このアクセルのまあ硬さだとか、まあ、このステアリングのこの重さですね。はい、なんかそういった、まあ、あとこの
車体の揺れ、その辺トータルしていくと、あ、これが、この G クラスの乗り味だなっていうのをすごい感じております。はい、まあこの G クラスってステアリングがこう、あ、タイヤが太いので、このハンドルって結構重ため、重たい感じがするんですよ。はい、で、まあそれがですね、乗り心地がいいかどうかっていうと決して良くはないとは思うんですけど、まあされどですね、まあこの乗り味、この運転してるこの感じっていうのがやっぱ僕は一番好きですね。はい、すごいこれが、あ、 G クラス乗ってるなーっていうのをすごい感じる、部分であります。はい、で、まあこの、G350D なんですけど、3000cc の、ディーゼルターボのエンジンなので、こう加速とかこの進み具合っていうんですかね、まあそういったのは、まあほんと十分、パワーもあって、そこに関してはすごい、何のストレスもなくですね、こう、運転できるっていうとこだと思います。はい。まあこの、右ハンドルのですね、この G350D っていうのは、まあ G クラス、この旧型 G クラスの中で、やっぱ一番こう実用性が高い、グレードだと思います。まあ、やっぱり右ハンドルっていうことで、まあ、便が多分すごいいいと思います。例えば、なんて言うんだろう。立柱とか止めるときに、まあ、駐車券取るときもそうですけど、まあ、ピッとね、右ハンドルなのでこう取れるし、はい。やっぱりこの右ハンドル、まあ、日本のこの道路がね、右ハンドル用っていうか、まあ、右ハンドルにこう適した道路なので、まあそういった部分でですね、この右ハンドルのこの G350D っていうのは、まあすごいやっぱ実用性が ある G クラスの中で実用性がやっぱり一番高いなっていうのを、感じます。まあ、なので、まあこう人気がこう高いのかなっていうところでもあるんですけれども、はい。で、まあディーゼルなので、こう進み出しの部分に関して言うと、進み出しはすごいゆっくりです。こうちょっと重さのある感じでこう進んでってですね、で、もうスピードに乗っちゃえばこうスーッとですね、進んでいってくれるっていう、はい、そんな感じの、乗り味というか、はい、そんな感じかなと思います。はい、で今信号待ちしてるんですけど、このアイドリングストップ機能もついてですね、まあ、燃費の方もですね、これ、結構 G クラスの中ではすごいいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、通常のですね、まあ、待ち乗りで行くと、まあ、リッター7、8は多分、いきますね。で、まああとエコモードとかですね、そういったエコモードだとか、まああと高速道路乗ったりとかですね、そういったことするとリッター10近くとか、はい、そんな感じで燃費もさらに良くなるという、はい、感じであります。はい、で、まあ乗り心地ですね。はい、乗り心地は先ほども、お伝えしたようにですね、まあ、決して、乗り心地いいよって言えるような、感じではないです。はい、まあ、どうしてもですね、この道路、まあ、平らではないので、こうなんて言うんでしょう、まあ、わだちだとか、段差とかでですね、こう車体がこう揺れるんですけど、まあ、その時に、まあ、この横揺れの方ですね、結構グラグラとしたそういった感じの、まあどっちかというともうこのザ四駆みたいな、そういった感じの乗り心地だと思います。はい、まあ、なので逆に言うと僕は結構
この乗り心地っていうのは、まあ、あの乗用車に乗ってるわけではないので、まあ、この乗り心地が逆に好きだなっていうふうには思うんですけど、まあ、これはですね結構、個人差がこうある部分だと思うので、まあね、実際この G クラスに何を求めるかっていう部分のところでもこう変わってくるのかなとは思うので、はい、けどまあやっぱりこう運転していてですね、まあ、この G350D は本当、実用性もあってこう乗り心地も乗り心地がいいって言ったら、語弊になってしまうんですけど、まあ、乗っていてこうストレスがなくですねこう乗れるっていう部分ではやっぱ本当あ人気が高いのはもうすごい納得できる感じですね。はい、なので今の新型の G350D も出てあるんですけど、まあ、新型の G350D と旧型の G350D は、まあ、全く、その乗った感じっていうのは全く僕は別物かなっていうふうに思います。はい、まあ、なのでこの車が好きな方っていう面でいくと、こう運転していてこう輸入車に乗ってるっていうかゲレンデに乗ってるっていうのを、感じれるのはこっちの旧型の方の G クラスなのかなという、はい、そんな風に思います。はい、でまあG クラスはですねこのシートの位置が本当にすごい高いので、この運転のこの見晴らしの良さっていうんですかね、この運転のこのする視界の良さっていうのはまあこれはもうどの車にも負けないぐらいめちゃめちゃいいですね。はい、で、フロントのあのウィンカーレンズですね、フロントのウィンカーレンズがこう車幅感覚とかもすごい分かりやすくですね、なってるんで、はい、そういった部分でですね、すごいこの運転のしやすさっていうのはやっぱあるのかなっていうのはすごい感じますね。はい、なのでこの、もしですね今なんか旧型 G350D 買おうかなっていう風に、検討されてる方いらっしゃいましたら、まあ、G クラス乗られてて、また G クラスっていう方は、またちょっと違うんですけど初めて G クラス乗られる方いらっしゃいましたら、まあ、どこかですね一回試乗の方とか、してみるといいのかなと思います。まあ、そこでですね今乗られてる車がどうしてもその自分の基準となってくる部分はあると思うので、まあ、そこでですねこの旧型 G350D 乗ってみてですねどう感じるかっていう部分っていうのでこう車選んでもらえばいいのかなと思いますね。はい、であとですね旧型 G350D ですね年式によって若干の年式によって若干のですね違いっていうのは、あります。はい、一応ですね、このナビの、このモニターの大きさなんですけれども、まあ、平成28年のモデルは、この、モニターがですね、まあ、7インチの、ディスプレイになるんですけど、平成29年からはですね、8インチの、ディスプレイになってですね、で、まあ、Apple CarPlay とか、Android Auto とかですね、まあ、そういった機能もついてくるので、まあ、そこでもちろん価格差っていうのもこう出てくるんですけれども、まあ、そこで一応違いがあるという感じですね。
今ですね、まあ、ちょうど、60キロでですね、今こう国道を走ってるんですけれども、60キロで回転数でいうと1400ぐらいの回転数で、はい、進んでおります。もうどっちかっていうとアクセルはもうちょこっとこう足添えてるぐらいな、しか踏んでいないんですけど、まあ、このディーゼルのそのエンジンっていうのはこう、まあ、スピードにこう乗ってくるともうスーッと、進んでくれるんで、はい、なので、こう走っててですね、まあ、十分なパワーはちゃんと持っている車ですね。まあG クラスってこう車重がですね、まあ、2.5 トンを超えてるんですけれども、まあその、重たい車をですね、まあしっかりこう、ストレスなくですね、こう運転できるようなそんなエンジンが、やっぱりついてるんで、はい、まあそういった面でですね、すごい、運転はすごいしやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、あとこの G350D ですね、いろいろ安全装備っていうのも実はついててですね、車線変更するときとかのまあ、その注意警報みたいな、なんて言うんだろう、車線変更の時の一応その安全装備として、ブラインドスポットですね、ブラインドスポットアシストだったりとかもついてますし、まあ、あと、衝突軽減ブレーキだとかですね、まあ、衝突軽減ブレーキっていうか、まあ、その、もしぶつかっちゃった時に、まあ、最小限の、で抑えてくれるような、そういうブレーキのアシストがついてたりとか、はい、で、まあ、あとですね、また高速道路乗られる、よく乗られる方にはすごい便利なんですけれども、このですね、レーダークルーズもついてます。で、前の車にこう追従してくれるんで、はい、なのでですね、まあ、その例えば100キロで設定していてですね、まあ、その高速道路でこうアクセルをこう離してこう運転してくれてでも、例えば前の車がですね、まあ、何かちょっとブレーキ踏んだりとかで、まあ、速度がその100キロ以下で、まあ、例えば90キロにて前の車が走ってたりすると、まあ、それに合わせてですね、まあ、その自分の車もその車間距離もちろん空いてですね、まあ、その90キロとかで、前の車にこう追従してってくれるので、はい、そういったところでですね、高速道路運転するときとかはすごいやっぱこの、旧型 G350D すごい便利だなっていうふうに、思いますよ。はい、今Gクラス乗られてる方いらっしゃいましたら、ちょっとですね、この運転する際にちょっとぜひ気をつけてもらいたいなって思う部分をお伝えしたいなと思うんですけど、G クラスの方ですね、まあ、この急加速とか急ブレーキっていうのはあまりやっぱり、まあ、G クラスに限らずですけど、やっぱそのオートマ自体をですねちょっと痛めちゃうその原因になりますんで、まあ G クラスってどっちかっていうとですね、まあ、そのぐいぐいスピード出して走る車ではないので、なのでG クラス乗られてる方ですね、ぜひこの急加速とかですね、こうアクセルガーッと踏むような運転っていうのは、まあ、極力、避けた方のが、車がやっぱり長持ち、してくれると思うので、はい、まあ、ちょっとですね、そこだけですね、まあお伝えさせてもらおうとですね、はい、はい、はい、で、まあ、今ですね、
まあちょっと山道というかですね、まあ、このくねくねした、ところを進んでるんですけど、まあ、Gクラス乗られてる方とかですね、まあ、これから乗ってっていう乗ってですね、例えばキャンプに行こうとかですね、やっぱりそうやって計画立てられて、車選ばれてる方もいらっしゃると思うので、はい、でやっぱりですね、この山道こうカーブですね、はい、カーブだとか、まあ、この道路がですね、まあ、この舗装があまり良くないところとかをですね、まあ、走ったりするとやっぱりこの旧型 G クラスっていうのは、どうしても結構揺れます。はい、もうこれはもう4駆の車、4駆車の、まあ、特有というかですね、はい、まあ足回りの関係で、まあ、どうしてもこれ結構揺れるので、まあ、そこだけですね、まあ、最初にこの車、買う前にですね、まあ、そうやって思ってもらっておいた方が買った後にですね、後悔しないというか、はい、そんな風に思いますので、はい、ぜひちょっと参考にしてもらいたいなと、思います。はい、はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今回ですね、旧型 G クラスの方を、試乗させてもらってですね、まあ、旧型 G クラスの人気っていうのも、まあ、本当にまだまだ根強くですね、まあ、おそらくこの先もですね、旧型 G クラス人気っていうのは衰うことはないのかなというふうに思っております。はい、やっぱり新型 G クラスと旧型 G クラス、まあ、正直思う部分で言うと全く別の G クラスだなっていう、そんな風にやっぱり思いました。はい、やっぱり新型は新型ですごい良さが、いっぱいあります。まあ、安全装備だったりとか、まあ、今の形現行ですのでやっぱり新しい良さっていうのもありますし、まあ、あと乗り心地が圧倒的にやっぱりいいですね、新型 G クラスは。はい、まあ、されど旧型の G クラスっていうのもやっぱりこの僕の中では G クラスっぽいっていう、 G クラスってやっぱこういうこれだよねっていう、そんな感じはやっぱすごいあります。はい、やっぱり乗り心地は良くないんですけれども、まあ、されどそのいい意味の癖のあるですね、まあ、本当に愛着が本当に湧く車だと思います。はい、まあ、僕自身もその前期型のですね G クラスをこう乗り継いでいるんですけれども、やっぱり古くてですね、便利機能っていう便利装備だとかですね、やっぱり少ないんですけれども、やっぱりそれよりも味というかですね、そういった部分っていうのは本当にあって、やっぱりそこが、まあ、この車をG クラスやっぱいいなって思える、そんな部分であるなっていうのをすごい感じていますので、やっぱり旧型 G クラスっていうのはやっぱりいい車だなっていうふうに感じました。はい、ということでですね、まあまあ、新型 G クラス旧型 G クラス、まあ、これからですね購入検討されようとですね、もし思われてる視聴者さんいらっしゃいましたら、まあ、全然お気軽にですね、ご相談の方していただけたらと思います。全然県外の、方でもお気軽にご相談していただければと、思いますので、はい、まあ、やっぱりGクラス YouTuber としてですね、アドバイスできる部分っていうのはやっぱり結構あるんじゃないかなというふうに、思いますので、はい、そんな感じで、今日の動画は終わりたいと思います。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。それではマハロー。